うーし、再開していくぜ。さて、今回はね、とりあえず、10回を目指そう。10回を目指していきたいと思います。まあ、イベントがあるっていうことなんでね。久しぶりだな。ティティコーラさんも久しぶりじゃないですか、これ。そっか、泡がブクブクしてるとこ行きたいんだけどね。お、ティティショップを開く？なんだこれ。状況で変化。今まで販売した商品のショップを開く項目。見たい。どれどれ？お金ない。お金ないんですね、これね。うわー、高いよー。欲しいよー。欲しい。欲しい。あーばー、何にも買えない。アイドありがとうございます。あ、クリームソーダ。こちらは在庫が一つしかないから他の商品と同じようには販売できないよ。あ、買う。お金足りない。あ、でもくれた。ありがとう。お金足りないけどくれた。優しい、ゼロになった。でも、貯金ゼロって、きついぜ。精神力25か。しずなちゃんにつけるかい？はい、オッケー。他になんか食べ物持ってたんだっけ、そういえば。持ってるね、サイデンピー35。アイちゃんに使うか。ビッグワントマト、防御力10。ベネッケに使うか。経験値2万うどんとかもいくつかあるな。それはいいとして、減ってないからいいです。とりあえずサクサクを利用、サクサクを利用じゃないか。わー、降りたかったねんけど、こいつら強いから嫌いよ、本当に。よし、攻めよう攻めよう攻めよう。サンダー、あと通常攻撃いいだろ。意外と倒せない、意外と倒せないんですよこれ、ほんと。よーし、ふう、しっかり回復していこう。オッケー、チャキチャキ降りていこう。お、初めて見るな、初めて見るマップですが、なんかエンコ殺し、エンコ殺しな。お、牙のネックレス、牙のネックレス。あれどこ行った、牙のネックレス。アクセサリーじゃないとか、まさか。あれないね。ないね。あった、頭装備か。あー、そんなに混乱体制があるのがいいな。村の近くの丘にいたスカイドラゴンは若い頃、大旋風ワーグナーと呼ばれていて、相当な力を持つ翼竜だった。あの、通り名をなくしているのは老いだけではなく、アジダハーカーの元を去ったからである。裏切り者となった途端、彼は力を奪われ、巣も追われた。その時、去り際の一撃としてアジダハーカーの元から財宝を盗んだ。あの翼竜のペンダントである。あー、なるほど。そん、いろいろな物語がありますな、これ。で、広いね、広いでございますね。敵とかいそうだけどね、画面がすげえ見にくい。このおお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 い、なんもないな、なんもないですな。おりますか、なんかいるかもしれんけど、後々だ。ここもなんか前来た気がすんな。おい、ヘルボ周りさん、そんなには強くないからいいよ。オッケー。さて、あのピカピカ光ってるのは宝だったな。宝じゃなくて向こうから、向こう、セクシーなお敵さんが真ん中にいますよ。なんて敵？ビビドゥ、ビビドゥですか。通常攻撃で倒せるやろ。うわ、死んだ。オートで、おーし、ふう、なぜ死んだ。MP が結構減りますね。降りよう。これ4階層目ぐらい。お、やった、ハンバーグだ、やったね。で、俺は、お、ここか。前回アイテムなかったね。あれ1個あるな、これか。女神の石、換金を換金を換金を。すごい、なんかいろいろ手に入れた。いろんな換金用アイテムを手に入れましたよ今。どれどれ、
女神の石、女神様が見つけたいい形、良い形の石。河原で子供が石を拾ってくる感覚で集められた女神様ご自慢の宝箱の一つ。宝物の一つ。綺麗に磨かれた上にわざわざ布で包んで保存しておいた。綺麗なこと以外特別な効果もない石なのでは、女神様のサインが書かれているせいでほんのり魔力が宿っており、何か特別な力がある石なのではと勘違いした多くのショップが結構な値段で買ってくれる。8万5千円か。おもちゃの湯飲み。お茶メーカーのおもちゃ。白は大変貴重らしい。15年ぐらい前に流行ったらしい。マイマイ緑茶というお茶の中に、たまに入っている緑のエンゼルを5枚集めて応募するともらえる湯飲み。赤、茶、青、白の4種類があり、白が一番出にくい。当時は見向きもされなかったのだが、とある歌手がついに4種コンプしたと喜びの声を締めに乗せた途端、馬に蹴られて死んでしまい、それ以来凶悪なマニア人気を誇っている。4色揃えると死んだはずの歌手の歌が聞こえるとか。不発だ。爆裂の魔法が込まれられているが、不活に終わった玉。戦闘用のゴーレムに使われていた玉である。人の歴史も、にも、神の歴史にも出てくるが、命中精度が悪く、雨が降ると湿気で使えなくなるために、そのほとんどが実戦投入を前に廃棄された。今頃になってリアリティがアップし、こんな値段がついちゃうなんて、せだ人は悔しかろう。なんか危険そうだけど、魔法の賞味期限はとっくに切れていて、暴発することはないみたい。歴史的価値からまあまあの値段で売れる。はぁ、換金用。飲んでもいいのよ。MP700 回復。女神様が携帯していたブドウジュースをダンジョン拡張作業中にどこかに置き忘れて、10年ぐらい経って思い出して取りに行ってみたら見事に発酵していたという贅沢な。ただズボラなせいでくさらしただけじゃねえか。クソ得意げにラベルまであってかね。こんなの売れるとか使うとか以前の問題の飲み物じゃないよ。こんなもの捨ててククーやめてくれ。そんな甘い匂いを振りまかないでくれ。はぁ、というものを手に入れましたと。オッケー。1個だけなの？もっといっぱいくれてもいいのよ。もっといっぱいくれてもいいのよ。一個だけっぽいですね。さて、なんかいろいろ、うわ、なんかいっぱいあんな。これ何？将軍、いいよ、倒した。ヘル、倒した。これは？バイトボス、倒した。ベネトリューア。175だったの、ベネトリューア。すげえ高かったな。戦った時まで150代前半とかじゃなかったっけ？あ、水の中に飛び込めるマップ。奥に超強敵がいるとの情報あり。宇宙からの侵略者倒した。氷目倒した。水を飛び込めるマップその1。マウンテンドラゴン？ああ、これも激アズミか。ここ行ってみるか。その1。お、ここか。はーん。とりあえず入ってみようか。ドラドラ。思い切って潜ってみるぜ。さて、お、おー、水の中のマップやん、これ。うわー、魚がいる。魚、うわー、ヤドカリ、人食いヤドカリ？とんでもねえな、人食いヤドカリで。雷がすげえ効きそうだけど。楽勝そう。うわ、意外と強い。思いのほか強いぞ。思いのほか強いでござるぞ、こいつら。極楽鳥の卵。あー、ここは登れないんだね。あ、ちょっと、敵が見にくい。敵が小さくて見にくいんです、これ。画面のゴミかと思いました、私、今。お、なんかあるな、あそこに。あれか？あれが強敵っていうやつか、もしかして。むむむむ？これ何？うわ、ちょっと、落ちた。落っこちた。ちょっと、今の光ってるの調べたかった。今光ってるの調べたかったっすよ、私。失敗しましたね、完全にね。何だったんじゃろうか、今のは。気になんな。上に戻りたいな。魚っぽい奴がいっぱい出てきよってからに、これ。よーし。雷が効けばどってことない。また落ちれるなあ。あれ、さっきの光れるの何だったんだろうな。うわー、なんだこれ。ボス？この BGM 何？この BGM 何ですか？ちょっと強いよっていう、そういうことですか？もしかして。ちょっとやめてほしいんですけれども。ちょーっとそういうのやめてほしいんですけれども、これ。アイスクリームパーティーするか。そんなにか。そんなに強い感じないか。一応やるけど、
やりますけれども、オードクリッパーからなんとか倒していきたいね。雷が効きそうなんだけどね。雷属性の武器持ってない。毒プラス2ってなんだ、あんだ、今のなんだ、今の何ですか。雷撃とう、スパーク。毒にマナプロ回そう。絆の毒のためにサソリの攻撃力が2割上昇。ちょっとちょっと、何それ。がく、あ結構強いぞ。こっちが毒になってるとやばいっていうこと。そしてもう MP がない、 MP がないですよ。5、ベネトリオランブでちょっと一旦一人ぐらいを倒していきたいね。クリッパーからなんとか倒そうか。ちょっと死ぬかな、回復しないと。スノーリバイブかけよう。でもわー、意外と、よし一匹倒すか。ふう、危ない危ない。ヒュー、毒を回復させるか。毒を回復させましょうか。万能カバースローメディ、自分にマナプロかけてくれるかしら。よし、オーケーオーケー、効かなかった。万能ではダメだと。そりゃめんどくせえことしてくるね。全身砕きにマナプロ、まだかかったままか。暗闇とかそういうこともしてきちゃう。なんだ強いぞなんだこいつ強いぞ。なんなんですかあんた一体。休止て、何する何する何する。マナプロは回すか。そうはいつも、よし、そんなに暗闇にならないからけど、ボスだなこれ、完全にボスっぽい。よし、あぶねー、今マナプロなかったら絶対死んでたろ。セーフでしたねー。ガードヒールでもかけるか。あとなんかない、ノンパラとかやる。久しぶりに、久しぶりのノンパラとかやっておくか。クリスタルレイド2、よし、よし、たぶいね。しかしね、ラブ&ピースかけるか。これラブ&ピースやってみよう。いいじゃない、いいじゃない。よしよしよしよっしゃー、ラブ&ピースやった直後に倒しちゃったよ。ふう、なんとか倒せたな。一体何だったんだ今のは。どんどん進んじゃっていいの。ちょっとさ、お家帰りたくなってきた。お家帰りたくなってきましたよ私。MP がもうない。これ使うか。あー、クソ、敵がいたの全く見えない、全く見えないけど、そんなには強くないからいいよ。よし、ふう、どこまで続くんでしょうかこれ。敵がね、見にくいんだよ本当に。レアっぽいアイテムは出ませんな。お、なんかあるぞ魔法陣が。お、上に行くべきか下に行くべきか。下に降りよう。お、154、レベル低いな。本来は海にいた魔物のようですが、どういう経緯か知りませんが、ダンジョンの中に入ってきました。ものすごい食欲で目に見えるもの何でもかぶりつきます。即死、疫病等の暗黒系の状態上のオンパレードのほか、こちらの得意な能力を吸い取るという極めて悪質な攻撃方法、水の魔物だということを意識すればいいかな。
はぁ、この左の魔法陣がボス？ちょっと待って、装備。じゃあ、ちょっくら装備整えまーす。し、装備品整えました。まあ、こんな感じだね。雷属性の武器に、あと水属性耐性に、あとウイルスキラーを装備させてます。まあ、そんな感じで。そんな感じで、よかんべ。これが、あれ全回復装置そんなのあったのね。これは地上、地面から宝。あ、フォロー。持ってない。あ、なんか借りなきゃいけないんだっけ。あれがボスか。あれがボスですか。じゃあ行ってみましょうか。うい。さて、うわー、なんだこいつ。おっぱい見えそうじゃないですか。おっぱい見えそうじゃないですか。これどうなってんですか。これどういうことなんですか。女の人が助けを求めてると思えばいいのこれ。下の魔物が本体で、上のお姉さんはちょっとその魔物に食われてる的な、そういう感じ。そういう感じかな。助けたら仲間になるかもしれんな。楽しみだな。すげえ楽しみだな、これ。とりあえず防御は固めよう。そうはいつも防御を固めよう。ペスはちょっと待とうかな。よし。オッケー。疫病やっぱりしてくるか。二人しか耐性がないな、疫病。疫病アクセス なかったんだよね、他にね。とりあえず、私に任せてしつつ、旋風の守りに。能力を下げて、アイスクリームペース。よし。それ以外どんなことをしてくるのかってことだな。丸のみ。一回行動不能。こう面白いことしてくる。攻めます。リカバーかけて、マナプロを自分に。強制スターン。特異としてる能力を消されたって何それ。何が消されちゃったの一体今。あなたの防御力が大きく下がり。あー何それ。超そりゃめんどくさいことしてくるよ。もうそれ、じゃ魔法で攻めるしかないか。魔法で攻めざるを得ないか。絶大なダメージを与える。防御力下げたらなんとかならないかな。防御低下18000。13000、そこそこ出るじゃない。防御力下げたおかげかな。防御力下げたおかげかもしれませんね。鬼の粉砕力で防御力を上げよう。いけるいける。押せる押せる。まあレベルが下位だしね。さすがにレベル下のやつに初見とはいえ負けるわけにはいかんよ。養分吸収、マナプロ。よし。一応ベネットともう雷属性の武器持ってきてるはずなんですが、死ぬ死ぬ死ぬ。マナプロがかかってるおかげで何とでもなる。ビッグプレゼントかけてサンダー、能力下げてマナプロ。絆。今度は魔法か。なるほど。はあ、なるほど。さらに氷魔法開口。氷魔法だと。そりゃ聞いてねえぜ。プライドバウト。ダメかな。プライドバウトとかそういう調子乗ったことやんのダメかな。いいと思うんだよね。ありだと思うんだよね。別にね、ありだと思うんです。私そういう調子乗ったことやってもありだと思うんです。ソロパーティー。よーし、あなたちゃん行っちゃってください。攻められそうだね、まだ。キワオールで直して全身砕き。よし、33000。いいよいいよいいよ。んー、ブリザードとかしてくる。痛い。け、何2回連続だと。あぶねえ、耐えられた。ちょっとリカバーかけて。他まずいね、他まずいね。
マナプロ切れてんのかな。ほーら流星だよとかやる。そんなことやってる場合じゃないぜこれ。マナプロード。マナプロ。うわーベネッチの座れたー。よし、全然回復しねえ。ソードパーティー中だからか。敏捷性が上がってるとな。敏捷性ならそこまで恐るるには足らんが。よし、こっちの方が早いじゃないか。あなたちゃん攻めて。毒？毒なんの相手。それともなんか別の。よっしゃ、思いのほか楽勝だった。まあそりゃそうですよ。やったー、ウィオベルファーゲッハー。長靴の猫の長靴。長靴の猫の長靴。どこだ。あった。水耐性睡眠無効、ギュスターブの魔王と育成された猫が履いていた長靴。師匠、長靴を履いた猫が履いていた長靴。人知を超えた知恵を有するこの猫は、何も持たない粉引き職人の三男に遺産としては与えられたが、一ヶ月も経たないうちにこのヘタレ野郎を王の娘と結婚させるまでにさせてしまう。背筋を伸ばし、威風堂々と日本足で歩き、可愛い容姿からは信じられないほどによく回る。彼の下は、莫大な領地を持つ王賀の城、彼を騙して食べてしまうことで一日で乗っ取った。はぁ、無血会場話として今なお語り継がれて童話になっている。5000、人魚の指輪。強いのかな。おっと、超水耐性。ああ、即死疫病無効。泡になれず異形になり果てた人魚姫。ネレイドたちの下にも戻れなくなった彼女は異形になってからの異常な食欲に苦しみながらも海の底でひっそりと暮らしていた。ある日大きな船が嵐に揉まれているのを彼女は見る。はあ、船の上にはかつて恋焦がれてた、まあ、王子がいた。王子は人魚姫を探しに船を出していたのだ。両手を広げて近づいてきた美味しそうな笑顔にごめんなさいとつぶやいてから彼女はかじりついた。ああ、やったー、終わったー。帰ろうか。脱出。ここまで脱出なんだ。はあ、ちょっと一旦装備品戻すか。シーカの槍とかもういいよ。悪速残、違う、これじゃない。何装備してた？何装備してた？ドラゴンスレイヤー2か。で、ウイルスキラー外して、レンタルヒーローとかでいいよ。で、これも外して、ローズアベニューとか、今何耐性があんの？これで。沈黙耐性がない。これまずい。何装備してた？これか。はい、オッケー。シャンシーボー外して、一体今俺何を装備したんでしょうか、私は。はい。何を装備してたのかって言われると全く思い出せないんですけれども、こんな感じじゃなかったでしょうか。あ、まあ悪くないんじゃないでしょうか。まあ悪くない、悪くない。で、武器も戻して、こっちとかにするか。僕たちのマリアとか。ああ、でも精神力だいぶ下がるな。こっちでいっか。で、これと。オッケー。寝よう。なんかイベント起こるかな。買ってきました。クリア後はなんと、なにこれ。なんだこりゃ。あら、あなたお帰りなさい。いや、普通に迎えないでよ。なんなのさ、このぬいぐるみの山は。村の近くにファンシーショップの屋台が通りかかって、珍しいからちょっと買い込んじゃって。屋台のファンシーショップってどれだけ挑戦的なんで売れないだろって売れてんだな、ここで。それがこんなの、こんなに置かれたらみんなに迷惑だよ。すぐに片付けてよ。そうかな、みんなも喜んでくれると思うけど。アイちゃん閉じ込められてますけど、あそこで。ほら、アイちゃんだってすごく楽しそうよ。ああ、アイちゃんがあんな奥に、あれは道を塞がれて困ってるんだよ。早く助けてあげて。そんなことないわ。圧倒的にガーリーな雰囲気を堪能してるのよね、アイちゃん。助け。ねえ。都合の悪いセリフをキャンセルするな。とにかくアイちゃんだけでも今すぐ助けなさい。アイちゃんは可愛いからあの道がとてもしっくりくるのだけど、その理屈が通るなら世の愉快犯は大手振って街を歩けるよ。ほら、早く。仕方ないな。じゃあ頑張ってみるわね。なに？静菜を操作してアイちゃんを助けよう。ぬいぐるみは押したり引いたりできますが、タヌキの置物は動かせません。ミニゲームにすんな。そのミニゲームちょっとやってみたかったんですけど。やったー。おっかーい。もうないか。今度こそ10F に向かおう。今いくつ溜まってんの？
25,000 か。なんか取る？そういえばスコップさ、スコップをさ、2回目以降、あ、2回目以降はこれなんだね。こっちをやろうか、2万。やった、3つ貸してもらった。36,000。ちょっとそこまでのポイントはないでございますよ。さっき通ったか、ここ。お？あんだ、ここは。一面雪景色じゃのう。なんか、雪っぽいマップが多いよね、割と。そんなことないか。気のせいか。さーて、他に何が、お、階段がここにあるね。階段がここにあるというのは分かりましたよ。お金も欲しいからね、敵とは戦っていきたいところではあるけれどもよ。あるけれどもよ。なんかいるかもしれないじゃない？なんか青い炎ちゃんがいるかもしれないじゃないですか？いなさそうだな、この雰囲気。だだっぴろいだけだな、これ。あ、なさそうだな、これ。降りますか。降りちゃいますか、これ。階段どこだ？階段どこだ？あの宝回収。まあ、いいか。ふぅ。おい、久しぶりに来たな、ここもな。一番最初のとこじゃん。階段は？階段どこにあるんだっけ？忘れちったよ、もう。階段は一体どこにあるんでしょうか？右向こうだったっけか。向こうでしたっけ？こっちの方でしたっけ？ありましたね。よし。お、なんかここも見たことあるマップだね。何回か来てるね、ここ多分ね。ティティコーラちゃんに話しかけてみますか。お金今あるんだっけ？そんなにないよね。言うほど持ってないよね。4万か、47万か。言うほど持ってない。まあ話してみますか。はい、お願いします。自作カードを購入。残念ですがない。おすすめ商品は？ラッキーアイテムどこでも補定。1万10万か、高い。あら、交渉決裂。残念、残念でございます。チャキチャキ降りよう。チャキチャキ降りたい。よし。お、おにぎりだ。やったー、おむすびだよ。程よい塩加減。さて、お、宝箱また一個。エイディーンだけ。あ、そう。まあいいけど。こいつは倒したよね。この下も倒しました。海のベルパー激アズミ。推奨レベルいくつだったんだろう。あ、150いくつとか言ってたね。こっち行ってみる？超強敵って書いてあるのがすげえ気になるな。超強敵か。行くだけ行ってみるか。それも受かろう。ここか。行こうか。アデラパーブル。さて、こっちは超強敵っつってたからな。推奨レベルが一体いくつなのかがわからんけど、まあ行けるとこまで行こうか。む、行けるとこまで行くでやんすよ。リカバー、微妙に回復力が足りてないな。このマップさ、本当にさ、敵が見えにくい、敵が見えにくいんだよ。敵が見えにくいんですよ、これ。あそこに穴があるけど。他には特に回収しなくてもいいかな？降りますか。うーし。何層まであるのか。前回は3層ぐらいだったんだっけか？あれ？あそこになんか赤い敵がいんな。あの先か、ゴールは。察するに。察するにあの先ですな。うーし。お、なんかあるな。階層をプラス1して、水の中から裏ダンジョン内に復帰できる装置らしい。まだ探索します。あれ？この先に階段ある？
階段あるかな。宝だけか。あいつと戦う必要性はじゃあそんなにないな。消耗したくないっていうのもあるから先に進むか。うん、うむうむうむ。ふう、敵が強い。降りたいよ。階段、お、通れるね。こっちはなんじゃ。お、宝があるな。こんだけ。リリーの羽衣、雨がっぱ。リリーさーん、雨がっぱ。アイシュート狩りプリンセスバブル、ネレイド最強と歌われた女王リリーの雨がっぱ。はぁ、通称ウォーターリリー。魔力の極めて高いネレイドは魔法で足を生やして地上を歩くこともできたらしい。とはいえ水に住む彼女たちが濡れることを恐れて雨がっぱを着ること自体が不自然である。実は彼女たち海水は好きなのだけど、雨や井戸の水に濡れると体が弱るらしい。金魚を普通の水で飼うと死んじゃうようなもんだろうか。プリンセスバブルやて。超水耐性って書いてあるし、いいじゃん。次のボス戦でもいいんじゃないの。沈黙無効これでつけてんだよな。こっちでやるからいいか。ほう、レアっぽいのを手に入れたね。わー、なんかいきなりボスっぽいとこに来た。これ何？お、フォロー。銀のスコップ。いまいち。あれ？ちょっとこれ、あれ開けたら敵出るんちゃうの？どこに敵いる？暗くて見えない。暗くて見えないです、先生。敵どこにいるんすか？ん？こっちっすか？あ、いたいた、いたいたいた。赤炎がいるぞ、あそこに。なんだあれ？イリスネイル。イリスネイル。リズナちゃんも装備できる。回避率無視。ああ、冥王の娘イリスが持つ暗黒の大釜。相手の名前を宣告してから釜を振り上げれば振り下ろす釜は必中となる。それこそ星の反対側まで逃げても首が転がる。魔法の力による切断攻撃なので物理的な殺傷力には期待できない。はあ、イリスは冥界のみならず人間界にも出没するが、神の目が光る地上では大した悪さができない。もし彼女の無邪気な笑顔に騙されて冥界までついていってしまったら彼女のおもちゃにされるだろう。はあ、あー強い。装備しよう。どうするか。やったー、まだここに残る。水晶レベルいつだの。クラーケンさんレベル 216? なんだ伝説のモンスターってこれ。読む。クラーケンさん、あ、クラーケンさんか。よかった、てっきり6万の一人のクラーケンかと思ってびっくりしまして。どっち、何それ、どういうことなの。違いますよね。もし本物だったら責任問題になるので、本物でも偽物でもいいから大事になってね、今のうちに退治をお願いします。敵の情報ですが、当たり前ですが水耐性がいります。雷武器も揃えましょう。あったらいいなじゃなくても必須のレベル。他のことは私にもよくわかりません。とにかく強いらしいに十分な装備を整えてから挑むことを。何それ、ちょっと困るよ。クラーケンさんだとレベル216。いくらなんでも50レベル差があるのはどうかなと思うよ、私も。いくらなんでもね。とりあえず装備品を整えます。ちょっと装備品が心もとないけど、こんな感じで行くだけ行ってみたいと思います。行くだけ私挑んでみたいと思います。かかってこいや、クラケンさん。でーけーでーけー、なんだこれ。足 A 物理攻撃、足 B 異常物理攻撃、足 C 魔法攻撃2回、足 D 補助。なんじゃこりゃー。これが水を得たクラケンさん。不思議な、水の中ではいつもより大きく見えるが全然違うよ。見えるとか気のせいじゃなくて別モンスターだよ完全に。いい加減突っ込もうよ。ほら、アイちゃん、クラケンさんの足は切ってもすぐに再生するんだ。どうしても邪魔なやつを絞って切っていこう。なんでみんなするのすな。これクラケンパパじゃないの、どうなのよ。これどうだろうか。私に任せて。天風の守り、フェス。よし、一応骨砕きは入るんだな。水耐性があるからそれなりにやれるとはいえ、どうだろうか。くっそ、いきなり消された。水対策はしてきたよ、してきたけど、ほほほ、ふう、なかなかやるじゃないの。アナントバリア
全部消されたらクソ。カゴってちょっとヒールで回復。ああ炎だと雷だと、ちょっとあんだそれは。おいがどうしろってんだこれ、どうしろってんだこれよ。おい、ほーら流星だよ、頑張れ。あー勝てるわけがね、勝てるわけがね。おーおい、なか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 やるじゃねえか。ふー、もう10階に行こうっつってるのにこれだよ。せ、あれは置いとこう、まだダメだ、あれまだダメだ、ちょっと全然ダメそうだ。ソフィオをどうしてーのー、もうまたなんだ、何装備してたんだっけみたいな感じだよ私よ、これから何装備してたんだっけみたいな、何装備してたんでしたっけみたいな、そんな感じになりつつも、武器戻してこれでいいか。はい、今度こそ10階に行きたいと思いますよ私。うん、うむ、寄り道せずにね行きましょう。途中でなんか出てきたら気になるじゃんやっぱり。お、ここか。お、いるいる。じゃあ芝生署が自作アートないね、おすすめ。薬草、かつて世界を支えていた由緒ある開花アイテムだ。3万、あ、いいよ買う。え、マジで とんでもないちゃんとしたレアアイテムですよ。お買い上げありがとうございます。やった、たまには、お、やった、ありがとう。たまにはね、有効度を上げていかないと。薬草、薬草、薬草、あれどこだ、あった。薬草を、傷薬が主流になってからはすっかり見なくなった回復薬。一応、生、はあ、そうなの。逆に糖が立ったものを口にした場合、ものすごい苦くて吐き出してしまう。その場合、香辛料でごまかすため、昔の勇者様はコリアンダーなんかを持ち歩いていた。現在は流通しておらず、歴史的価値はありそうだが、今でも至る所で普通に取れるので、実は価値は全くない。薬草が携帯に便利、傷薬が携帯に便利すぎるために、薬草は回復アイテムの治癒を瞬く間に奪われた。食べると HP を50回復するほか、能力低下の治癒もできる。能力低下の治癒もできるか。でもヒットポイントが50回復じゃどうにもならんわな。どうにもなりませんわよそれ。うぅ、あそこに階段があるの。ここって他に何もないんだっけ。何もない、あ、ん、しっかりとした上層の板が置いてある。なんだこれ、なんだそれ、なんか拾ったの、拾えたんだっていうか拾えたんだ。アイテム欄に現れますってか、板。ホラーゲームとかで足場として活躍したりするあれ。ああ、どこかのマップで橋になる、橋になるってあったな。行けない場所に行くために使うアイテムとしての定番が多い。何度か取ると割れて落ちてしまったりするのが定番。長い板だったらこれに捕まるんだ的な展開にも使える。吊り橋ドキドキ効果なんてもあるが、基本的に頼りない橋はそれだけでホラーであり、このような簡素な板で作った橋などがホラージャンルに引っ張りだこなのも当然なのである。だそうでございますよ。わーい、ああ、なんだなんだなんだ、え、何この BGM、 何それ、どういうこと。大宇宙ミジンコって何それ。強い、強いと思った方がいいよねこれ多分ね。なんだそれ、カゴロー、何が起こるかわからん。フェスロー、何が起こるかわからん。パラライズストーム、そんなには強くないか。ここまで能力上げとけばなんとかなるだろう。何が効くんだろうか。封じて、強いんでしょうかあなたは。一応スノリバイパー、よし。ああ、そんなにって感じか。そんなにって感じではあるな。 BGM がまがまがしいだけかこれ。まがまがしいだけですか。
雷とかどうじゃろうか。養分吸収。クリスタルブレード2。閃光玉やるか。雷効かないな。何が効くんだろう。クリスタルブレード効くな。クリスタルブレードが効くということは、炎が効いてるのかな。炎が効いてるのかもしれませんね。ボケてか。そんなに効かないな。風かじゃ。風か氷かっていうところか。おわし倒した。なんだったんだ一体。そんな本気で戦う。くっそ。しかもザコの方だったのか今の。強い方だと思ったのに、なんだったんだ今の大宇宙ミジンコってやつは。謎すぎるだろいくらなんでも。みんな攻撃して、みんな攻撃してくれるかしら、みんな攻撃してくれるかしら。よし。ふう、恐ろしい強敵だったのかどうかわからんが、なんとかなったな。オリオ、当たりたくない。敵ちゃんには当たりたくない。よし。ふう、また同じマップ。いい加減にしてくれるかしら。おい、さっと階段降りよう。ここら辺に1個あってん。オッケー。お、またここか。降りよう。ここは一度探索済みだ。探索済みのマップのはずだ。降りよう。お、ハンバーグだ。やったぜ。宝あるかな。チョコっぽい岩。チョコっぽい岩。どういうことですか。ホワイトチョコみたいな岩、珍しいだけ。こんなもの宝箱に詰めるなよというレベルのものだが、よく見てほしい。右上が欠けているの。これは誰かが一度かじっているのだ。しかも岩が欠けるぐらいだから相当強靭な歯である。私はこの事実に気づいて、何か知ってると思われる女神様を訪ねてみた。女神様は口笛を嘘吹きながら、そんなバカもいるんですねと不自然な対応。ちょっと歯型合わせてもらっていいですかと聞くと、出来心だったんですと泣き崩れて認めた。岩かじっちゃったんだ女神様。はーん、もう飛ぶべき場所ないよね多分ね。これやばい、こういう子はやばいっていうことが分かった。もう今んとこワープポイントが出てくるところでクラケンさん以外は全部倒してるもんね。あ、なんか今光った。失敗した。なんだこれ。お、やった銀のスコップ。いまいち。レアマップか、ここは。ゴー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 。いまいちだったね。次に期待しよう。行くぞ。おう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 。一つとして、知らないアイテムが出なかったな。残念。ここも探索したことあるよね。降りよう。ここもなんか見たことある気がするよ。見たことないね。見たこと、わあ、ちょっとなんだこれ。蜂？蜂ですか？蜂、蜂っぽい見た目のくせして、敵は、こんな見た目。わあ、強いぞこいつ。なかなかやるじゃないか。危ねえ、倒せたー。さっと、さっと。危ない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 。ふぅ。さて、なんだあそこ、洞窟っぽいのがあるな。南山椒。ああ、ああ、あっつ、なんですか、なんですか、なんですか。強敵モンスター、クリスタルドラゴンレベル190。女神様による時の説明を読めますか。拡張なしでもこの敵は特別に読めます。特殊アイテム入手あり。なんですか。私、図鑑で調べてみたんですが、こんなモンスター乗ってなかったんですよ。だから、こいつの名前を命名したのは私だし、本当にドラゴンがどうかすら不明です。よって、竜族特攻が効くかどうかもよくわかりません。でも多分効くんじゃないかな。いや、効いてほしい。まあ、ちょっとは覚悟しておけ、みたいな。この辺敵がいないので、勘のいい方は気づいたかもしれませんが、かなりヤバい敵です。もちろん強いことは強いのですが、もっとヤバいのは特殊能力。キラキラと輝く奇妙なブレスを放ってくるのですが、これに当たると体調がおかしくなります。これを私はクリスタル病と名付けました。軽度の状態では大したことないのですが、症状が進むと毎ターン強烈なスリップダメージのほか、敏捷性の低下がひどくなる。4段階あるようですが、4段階目ではほとんど戦えないでしょう。
とはいえ結構防御力がある敵なので速攻撃破も難しいと思います。そこで今回は特別に私が展開に頼み込んで特殊な材料をもらってアイテムを作りました。全体のクリスタル病を治癒するアイテム、はあ、これを2個お渡しします。タイミングを見計らって有効に使ってください。新鮮空気箱、何この小バカにしたような空気は、ちゃんと効果ありますって。どれだけ手間かかったと思ってるの。今後説明を読まなくても魔法陣に触れるため2個まで補充できます。早く使いすぎても持たないし、粘りすぎたら壊滅します。あなたの采配が試されるではグッドラック。後にしていいかな後にしていいかな。これな、多分火力がないとダメだと思うんだよ。2個しか使えないってことは、夢の箱を改良して作った空気箱、速度補正プラス9、お菓子を入れていた箱を流用したせいか、中を触ると手がベタベタする。しかし夢の箱の密封力を生かしているので、中の空気は常に新鮮である。この空気箱を開けた瞬間に周りの悪い空気を吸い込んで、箱の中の良い空気で周りをいっぱいにする。洞窟が一つの灰だとすると、灰の空気をそっくり入れ替える感じか。問題はすごく重いことで、大抵の人間が2つも持つと重量超過でぺちゃんこになる。どうやって持ってるんですか皆さん。後にしていいかなこれな。グラフィックがある敵って初めてじゃない？普通さ、ボスってさ、なんか青炎の敵だったりごまかされてる感あるけど、こうなってるのって、あーでもいたか、いやなんか、あ、後にしまーす。私は戦略的撤退を選ばせていただきたいと思います。今回は10階に行くという目標をもとにね、10階に行きたいという目標をもとに、今回ねちょっとせめてねたどり着きたいよ。せめてたどり着きたい。一匹ガルーダの髪飾り、一匹はボス倒してるから、今回賞金首ではないけどボス倒してるから、もう目標は達成してる。無理にやる必要ないよ。10階を目指そう。ガルーダの羽飾り、風暗闇スタン向こう、それ結構いいな。誰も近寄らない森の遺跡に影のようにべったりと張り付いている黒焦げの会長、風一つない静けさに身を置いていると、こいつが嵐の会長ガルーダだということを忘れそうだ。神が生物の最終進化系を目指したオメガプロジェクトの一環で作られたこの怪物は、大足の体をドラゴンの心臓で動かしているという全く無茶な生き物である。言わんこっちゃない途中から暴走を始めてしまって、神と竜騎士との共同作戦によって始末された。結構強いな。装備さすとっか。む、あ、5階以上に来たんだな。守ってるやつがいる。それはそれとして、階段降りさせて、あ、ちょっと待って、こっちやな。階段降りさせていただきたいと思います、私。ささっとね、ささっと10階まで目指して、行きたいんでございます。けおー、ばばばばい。あ、ばばい。おめえら強いから嫌いなんだよ。よし。レベルは着実に上がってきてるけどね。よし。スイマセパレーツ、スイマセパレーツ、最強の魔物が着ている服、この私も勝てたことがない。え、誰でも知っていると思うが、誰も姿を見たことがない世界最強の存在。うららかな春の日に出現することが多く、特に授業中にこいつに出てこられると抵抗するだけ無駄だと感じさせるほどに一瞬で意識を飛ばされる。むしろノートを取ろうとか頑張ってもまともに読める字は返ってこないので、おとなしく寝よう。最後になったけど、このアイコンはスイマじゃなくてスイマーだろう。セパレーツね、水耐性睡眠無効か。はぁ、セパレーツとか来て戦ってるアナンタちゃんたちを見てみたいところではあるが、なんだあいつ、あんなスライムみたいなって聞いたっけ。何こいつ、何、誰、あ、スラコ、な、何してんの、あれスラコじゃない、どうしたの。こんなところでお会いするとはご無沙汰しております。何してんのあんた。ウンデーヌ様が奇病にかかってしまいまして、それで薬を探している。へえ、レトロ病、何それ。懐かしいものが無性に食べたくなる病気だとウンデーヌ様は言っております。そりゃ病気でも何でもないんじゃないか。薬草が2つ必要。あー、1個持ってるけど、あー、手に入れたら、あー、いいよ。あと1つ、今しばらくご辛抱、さあ、あと1つ頑張るぞ。あー、こんなイベントあったんだ、知らんかった。薬草ってのも重要なんだな。じゃあ、はあ、お、何度でも使えるから。お、ここ10回来たか、これ10回来たんか、10回来たんすか。
階段降りれんな。ちょっと待て待て待て、こっちはなんだ。お、これが展開へと続く道かい。えい、女神様の部屋からこちらに魔法陣をつなげられそう。作っておこう。やった、これでいけるってことか。だいぶ奥まで来たみたいですね皆さん。おお女神様、そこが私の言っていたほころびですね。随分と大きな宮殿ですね。なんでまたこんなところに繋がっちゃったんでしょうか。私の探索の方に力を貸したいのですが、ちょっと厄介なほころびがダンジョン内に見つかっちゃいまして。ほう、こちらを放置するわけにもいきませんので、この先あなたさんたちだけでも大丈夫でしょうか。はあ、女神様はダンジョンの方に集中してやって。宮殿でしたらそんなに危険なこともないですよね。頑張ってくださいね。フラグですかそれは。頑張るさ、頑張るとも。そうだな、ここで負けてらんないからな。敵はいるの？いるんじゃん、敵いるんじゃん。 BGM いいな。しかし、回復装置があそこにあるからな。今回もなんだかんだ言って60分いきそうなんで、この1マップ目を1マップ目をね、探索し終えたらセーブに戻ってやめようかなっていうぐらいな感じかね。許可なく開けないようにと書いてある。開けちゃいましたよ今、宝箱。いいんですか。お、食料、おやつの時間でもこれは違いますと書いてある。なんだこれ、なんだこれ、またバホメットちゃんか。一味違うバホメットって書いてあるの、なんか色合いが違う。なんだこれ、一味違うバホメット、強いのか。ボートでなんとかなるか。トルネードパーティー、うわー一味違う、二回行動してくる。一味違いますねこれね、一味も二味も違いますねこれね。強い、強いっちゅうことなんか。やっちゃろうじゃねえか。やっちゃろうじゃねえか俺。下がらない。うわ、絡み効いちゃえんだと。よっしゃ、どうしよう。ふう、一味違ったぜ。さて、この先には一体何が待ち受けてるってんだい。おぉ、あんだ、完全に生活空間ではあるもののだな。なんでこんなに宝箱がいっぱいあるんですかっていう話ですよ。さて、お前らか、お前らぐらいだったらどうってことないわけですよ。うーし、しずなちゃんの MP が足りなくなってきたな。使うか。調べらんない。お、お、さっと、よし。で、持ってた。残念。右上か。お、お、お、あ、あ、さっと、アイスフィーンド、魔剣。下三角って何これ。アイスフィーンド、遥か昔、北南に浮かぶ氷河を私たちの大陸から切り離した、との伝説を持つ名剣で、その圧倒的な破壊力から氷の悪魔と呼ばれるべさ。千年に一度の勇者を持つために今日も鞘の中で眠っている。聖剣伝説で何とも若くする剣じゃないの。どれ、ちょっと試しに。嘘、抜けた、なんてこと。私こそ真の勇者だったのね。お、絵に文字が書いてあるぞ。おめでとう、59番目の勇者よ。って結構抜かれてるじゃないですか。はー、強いけどね。霊気か。まあ装備しといてみるか。レアリティ高いっぽいし、装備しておくのもよかろう。あ、そういえばオーバードライブ今あった？オーバードライブありましたか？なんか見たことないエフェクトが出たな。でもアナンタちゃんのオーバードライブゲージは減ってないから、アナンタのオーバードライブではないのか。オーバードライブありました今。アイスフィーンドか。どんな能力？霊気を敵の心臓に集め凍りつかせる。精神両依存。あー、これはどっちかっていうとアナンタ向けの装備じゃないな。外すか。アイちゃん向けだね。オッケー。お、2回層目ってこと？お、あれ1回層目終わったらやめようかなと思ったんだけど。あー、すげー、調べて
すごい調べたいよ、あそこ。くそー、これ見逃しに敵、これ見逃しに嫌がって。真ん中だけでも石レベル99、なんだそれ。石レベル99ってなんだそれ。魔王にとどめを刺した元ただの石ころ、今は伝説の武器。はあ、長すぎてここでは省略ってなんだ。オーバードライブ、はっはっは。そんな攻撃で、うわー、パーティーの回復役が死んで、あーこれダメだ、全滅だわと、やけくそになった勇者が倒れる寸前に投げた石がたまたま魔王の急所に当たって魔王も倒れた。急所中のは、ほらあれです。こうして尊い犠牲を払いつつも大陸に平和が戻ったのだが、問題は経験値の行き先である。勇者側が全滅しているので、最後に攻撃したただの石に魔王が持っていた経験値46万が丸ごと分配されてしまった。ただならぬオーラを放つカンスト石が出来上がってしまった。何それ、何それ、なんて書いてある、なんて書いてある。クリムゾンストライクメビウアスアンフィニティ、とりあえず投げます。はあ、そうですか、とりあえず投げますか。すげえ宝がいっぱいあんな、ここ。とりあえず投げちゃってください、アナンダちゃん、投げちゃってください、投げちゃっていいのよ、投げちゃっていいのよ。よし、 MP がもうない。ゴンブト MP、 ゴンブトミルク使うか。ふう、結局先に進んでしまっておりますが、私、お、セーブできるか、やったー。次の戦闘では負けるとゲームオーバーになる。どうする、この先まで行っちゃう。時間的には63分。道中ちょっとカットして60分切ってるぐらいかな。いけるかもしれんな、行こう。さて、ここは敵がいないね。図書館かなんかだろうか。敵兵の出迎えもないわね。魔物は徘徊してるわ。この宮殿まともとは言い難い状況ね。制限時間があるわけでもないし、少し心で情報を整えとくか。幸い敵もいないことだし、めばしい本を探して読めそうな本があればいいけどね。はあ、なんか調べろってこと。お、光ってる。合成獣と神の4章1章、こっからか。わかりやすく物語調に仕立てた本だ。読めない文字も多いが展開を理解することはできた。ミラという人間の名前が文中に多数出ている。どうやら彼女が作ったホムンクルスの技術を神々が買い取り応用したのが合成獣らしい。始まりは人間の技術だったということだろうか。ミラのサポートもあり、この時代の合成獣は今よりもずっと暴走が少なかったようだ。うまくいった合成獣の魂を次の世代の合成獣へと持ち越し、より強く安定した兵士を作り出すことに成功していたようだ。その後は当時の展開の映画についてばかり書かれている。主役の合成獣は隅に追いやられたまま1章は終わっている。おう、2章。わかりやすく、合成獣の数はどんどん増えていってる。成功した合成獣の魂の複数を作って次につなげ、さらに次の世代で成功した魂を複製し、強くて成功したものだけを残していってるだ。最終的にはアナンタ竜を子孫に持つ合成獣ばかり残ったらしい。アナンタ竜、かの竜はアジダハーカの息子でありながら人間側につき、アジダハーカ相手にも善戦をした竜だとか。だが合成獣の数の増加は扱いのひどさも招いている。一部の優秀な者以外は使い捨ての駒であり、待遇も極めて悪かったらしい。この辺りからそのことに関してミラとの不仲が目立っている。考え方の違いは決定的であり、いがみ合う格好になってしまっている。ついにミラは一部のホムンクロスを連れてどこかに雲隠れしてしまう。はあ、三章。その後は神々だけで合成獣を作っていた。不安に反して合成獣は前と同じように従順だったのだが、しばらくして問題は勃発。素直だった合成獣が突如暴れ出し、神々に牙を向くようになった。まるで感情の伝染病のように暴走は次々と広まり、神々だけでは抑えきれるものではなかった。神々は対応策として生産数を大幅に縮小するものの、次の世代の合成獣にも全て同じ症状が現れ、戦争でもしているような状態のまま神々を生産放棄し、残った合成獣を武力で鎮圧していく。合成獣を全て倒しきったとは思えないが、神々の勝利ということでこの話題は終わっている。その後はこの戦いがいかにひどかったか、どれぐらいの損害があったかと続き、さらにはミラの悪口で終盤ページまでが埋まっている。神々はこの後も厳選した魂で合成獣をつなげていくか、ほとんどが大人しすぎて使い物にならないか、暴走するかで終わっているようだ。ほう、ラバーズ様当人が出てくる。結局神々は合成獣の暴走の原因を感情の成長が見られない幼いままの動物だからということにしてしまったらしい。その幼さゆえの暴走を制御するために最も有効的であろう愛という感情を持たせるため、愛の女神ラバーズ様が急遽合成に参加することになる。
愛を感情に取り組むというのはよく理解できなかった。だが彼女が入ってから合成獣への待遇はかなり良くなり、また暴走の確率もぐんと減ったのは確かだ。それでも彼女の意見が全て通ったわけではないようで、やはり能力の低いものや期待できないものにはかつてと同じような待遇を通していたらしい。一部の長老たちとの確執もひどく、ある日ラバーズ様が作った合成獣が天界より暴れ出して逃げ出した事件に対してもラバーズ様への攻撃はかなり厳しかったようだ。4章はこれで終わっている。この続きはどこにも見当たらない。こんなところから他に情報はなさそうね。情報の整理ができたら先に進みましょう。もう時間がやばい。ボス戦やってる時間ないかな。あーやっちまったぜこれ。やっちまったぜこれ。結局使えそうな情報はなくて後味の悪さだけ残ったな。ひどいよ、合成獣がこんな扱いされてるんじゃお姉ちゃんは逃げて正解だよ。あんまり気にしない方がいいわよ。展開に残ってたら残ってたでどうなってたかなんてわかんないわ。それよりまったくうるさい奴らだ。誰だ。あ、なんだなんだ。かわいい。こんなことを教えてるのはラバーズ様だけか。君はこの宮殿の門番をやってるカンヘルという、お前と同じアナンタ竜を原点に持つ合成竜だ。へー、兄弟か、つまり姉妹か。ただしお前と違い私は愛が組み込まれる以前の旧型だけど、君も合成獣なのか。初めてような新型、まさか生きているとは思わなかったさ。なあ門番さん、宮殿のあちこちに魔物が溢れてるんだが門番としていいのか。これは恋か事故かは知らないが、どこぞとのダンジョンがと繋がったようだ。ラバーズ様からの命令がないので放置している。幸い私のような嫌われ者がいることでラバーズ様以外天界も天使も神もここにはおらん。大した影響はない。まあ派手に暴れるなら掃除ぐらい考えるが。ラバーズ様の命令っていうぐらいだから、君はあの人の部下なんだろ。私たちラバーズ様と話がしたいんだ。お願い案内してもらえないかな。案内バカか。通す理由すらないのに敵対しているのを忘れているわけではあるまいな。お前は天界の兵士でありながら天界から逃げ出し、アジダハーガの目覚めを阻止した罪人なのだよ。ラバーズ様の立場も考えろ。会えばどうやったって戦いになる。さっさと帰れ。それがわからないわけじゃない。でもこのまま待っているわけにはいかないんだ。ラバーズ様は責任を取るって言ってた。時が過ぎて何もわからないまま戦ってどっちかが死ぬなんて私は嫌なんだ。何もわからないままお前に説得力のある言葉を紡ぎ出せるとは思えんがな。私と敵の長い方ではない。あまりご連絡ようならここで殺し合いになるぞ。どうしてそうなるんだよ。ただ話をしようってだけじゃないか。それにラバーズ様のことだって私はちゃんと分かってるよ。一緒に戦ってきたんだ。どんな性格なのか知ってる。何よりラバーズ様は私のお母さんだ。話せばきっと通じるものがあるよ。何を真顔で抜け抜けて本当にそんなことを考えているのか。これが愛を組み込んだ結果としたら滑稽だな。全く笑わせる。お前はただ作られただけだろ。母だの子だの勝手な幻想にしがみつくな。違う、ラバーズ様はちゃんと私たちのことを考えてる。お前は私たちが他の合成獣たちがどんな扱いを受けてきたか知らないだろうがね。私はここに来るまで敵の首をはねなきゃご飯ももらえなかったんだよ。そういった関係なんだよ。よけりゃ兵士、悪けりゃペット以下の存在だ。母だの子供だのなんてせめて一度でも抱きしめられてから言えよ。時代を担うと期待されているお前たちもダンジョンの神も長い長い間暗い穴底で一人ぼっちだろうが。なんでかわかるか。テスト期間なんだよ。暴走するかどうかの実験だ。ダメなら最初から消すつもりなんだよ。悪竜にでも食わせてな。それでまだ作られたで愛だなんて言えるのか。それでもラバーズ様は違うと思う。だってあの人は喜んでたもん。私と女神様が仲良くするの、姉妹が仲良くするのはそこから悩んでた。多分私たち合成獣のことを命令がないからって言ってんの。君はここに来ても敵の首をはねるような生活を続けているのかい。ラバーズ様は違うんじゃないか。だったらもう少し信じてみてよ。何が愛だ。お前たちだけ仲良くしてお前たちだけ未来があって、あとは全部過去の失敗作でしたなんて許されるか。そんな理不尽が許されるもんか。お前たちをラバーズ様に合わすわけにはいかない。ここで私に殺されろ。このカンヘルちゃんっていうのもなんか昔は様々な敵は聞く耳を持っていない。とにかく攻撃しましょう。出ないとこっちが殺される。攻撃しようっちゅうこと。クリムゾンストライクメビウアスアンフィニティやりたいな。オーバードライブ溜まってるけど、ちょっと待ってね。とりあえず鉄壁の号令からかけるか。何をどうしてくるかわからんな。アイスクリームフェイス、よし。オッケー。3回攻撃、竜の爪で結構痛いことしてくる。鬼の粉砕力。さてスピリットブレスオールかけて封じてマナプロで回復、よし。オッケー。よし、パラワイズストーム。
そこまで痛くないか。ビッグプレゼントもかけて、これでどうよ。先行玉マナプロ、よし、防御低下24000、すーごい強い。いいね、いいね。ダメージ受けてない。勝てるな、この戦い勝てるな。クリムゾンストライクアームレメディングやろうぜ。言えてなかったけど、よしよしよし。次のターン必殺の攻撃の準備、ドンドンドン。いいねいいね。防御するべきかな、このターン防御するべきか。マナプロだけは回すか。よし、無属性。あー、そん2ターンの間強烈なスリップダメージ、アイちゃんは食らわなかった。ほう、攻めよう。2ターンの間強烈なスリップダメージね。リカバーかけて養分吸収。これかけるか。よし、竜特化だからか。あなたちゃん竜特化だから強いのか、そういうことか。この次のターンなんかとかまた言ってた、また言ってましたか。全身砕きがそろそろ切れてるかな。ベネトリュアランブ行きましょう。クリスタルブレイド2、よしよしよし。お、我を忘れて暴走している。防御減少、よし、かわした。よし、強い。しかしながら強い。鉄壁の号令、回復しよう。トリッキームーブにマナプロ、よし。負ける戦いではないと思いたいが、よし。くわー、ダメージが半端じゃないね。拳って一曲終わってしまいましたよ。一曲終わってしまいましたよ、これ。全身砕き。自分へのマナプロ切れてるかな。アイスクリームフェイスやるか。そのやつもアイスクリームは切れてるだろう。次のターン必殺の準備。火力が出ないね。よし、このターンそんなにダメージがなかったから、ヒーリングエコーとかかけるか。能力を下げて、そろそろマナプロ切れてるだろう、ベネッチ。よし、オーケー、よし、効かなかった。一人効いてしまったが、ビッグプレゼント、リカバーかけて先行玉マナプロ自分に、よし、なんとかなるか。マナプロ大事に、マンマプロ大事にしていきましょう。攻めるよ、で能力上げるよ。さあ、でこれやるか。ドン、アナンダちゃん超ダメージ期待できるんじゃないの。ドンドンドン、これでもまだ倒せない。どんだけ強えんだ、どんだけ高いんだよこいつ。かあ、持ってかれた、持ってかれてしまいましたね。とは言いつつ攻め、とは言いつつ攻めないと。速度補正がある復活アイテムないのか。しょうがない。よし、マナの守りが切れたが、雷と
かはそんなに思ったほど強くない。だけどね、剣風の守り、能力下げて、マナプロかけて、必殺の準備。なかなかの長期戦。お、倒したか。やったー、よっしゃー。ふぅ、くっ、もうやめだ。勝負はついてる。ひどい怪我じゃないか。そうらしいね。やはり旧型の私では新型に勝てないらしい。旧型新型ってそんなの関係ないだろ。だが久々に血でぬめった我が手を見て働いた気分がしているよ。池通してやる。そんな怪我で動いたら、これ以上私に構うな。私はお前とは違う。私はラバース様に作られたものではない。戦うことでしか本能を満たせず、両手の血が乾いているとそれだけでは不安を覚える、そういう生き物なのだよ。使い捨ての駒の心配をする暇があるなら、自分たちのこれからでも心配しておくんだな。一つだけ覚えておいて、君と私は何も違わない。愛なんて生まれた時にみんなちゃんと入ってる。組み込んでいないなんて発想がおかしいんだ。違うさ。私はお前のように家族だの姉妹だのと喜べるような心は持っていない。君が最初に道を塞いだのは、私とラバーズ様を合わせたくなかったんだからだろ。ラバーズ様を守りたかったんだろ。もう行け、ラバーズ様は最上階におられる。ああ、カンヘルちゃん、通じなかったのかな。結局最後に案内してくれたじゃない。敵だと思ったままなら居場所を教えることなんて絶対しないわよ。自信を持てよ、アナンタ。完全じゃなくても話して通じるものはあったろ。そのために来たんだろ。行こうよ、お姉ちゃん。うん、わかった、行こう。セーブ。ちゅうところで、いやー、次回ついにラバース様との決着というか、なんというかというところですね。ではまた次のパートでお会いしよう。まだねー。